おお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 お今朝は朝ごはんを食べ過ぎたかもしれませんな。ハンバーグに唐揚げにカレーライス、これを3人前ずつというのはさすがの私もお腹がいっぱいでちょっと苦しい。ここはどこかな。出口どこなんだろう。前にやってたゲームの主人公がかっこよくて勇者に憧れて洞窟を探検してるけど、迷っちゃったな。早く外に出たいけどどこにも出口がないんだよ。もうどうなってんの。お腹が痛くなってきました。あーなんだかギロギロいってるし、やっぱり食べ過ぎたせいですかね。あー、トイレに。あーでもこの漫画も読みたいし、ちょっとだけ我慢したら治りますかね。ふぅ、でも一旦落ち着こう。騒いでてもしょうがないしね。横になってゆっくりしようかな。お腹が痛いの。あ、収まってきました。あ、よかった。じゃあこれで心置きなく続きが読めますな。こうしているとこの洞窟の中も居心地いいね。朝からこの洞窟を探検しているけど暗くて長い。ここは一体どこなんだろう。それにしてもここまで来るのに大変だったな。入った時はもっとピンピンしていたけど、洞窟を歩いてるうちに疲れてヘロヘロだよ。でももうすぐ外に出られそうな気がする。ここまでやってきたよ。とにかく歩きまくって疲れたな。ちょっと一息つきますか。なんだかお腹が張ってきましたね。ちょっと恥ずかしいですが。誰もいなくてよかった。今朝たくさん食べたのに
またお腹が空いてきました。前に買っておいたカップラーメン食べちゃおう。ごちそうさまでした。いや、心も体も温まる一杯でした。それでは体が温まった後はクーラーをキンキンに効かせてアイスクリームでも食べちゃいますかね。よいしょっと。寒い。さすがの雪男といってもクーラーをキンキンに効かせた上でアイスクリームをバクバク食べたら、まあそりゃ冷えますわな。体の芯から冷えてきてしまった気がします。なんか急に寒くなってきた気がする。さっきまであれだけ暖かかったのに。出して出して出してよ。いたまたお腹が痛くなってきました。急に体を冷やしすぎたせいでしょうか。お腹の中を叩かれているような感覚になってきました。もう我慢できません。トイレへ。出口が見えてきた。あら、ガチャピン。もう、いつからここにいたんですか。なんかちょっと待って、洞窟にいてね。洞窟？何？夢でも見てたの？どうしちゃったの？それにしてもね、ガチャピン聞いてくださいよ。どうしたの？私ね、ちょっと朝ごはんいっぱい食べ過ぎたせいかね、もうお腹が痛くなっちゃって大変だったんですよ。また朝からバクバク食べてたんでしょ。そうなので、その後アイスもバクバク食べちゃったら、もう本当にお腹が痛くて痛くて、もう何かお腹の中でね、大暴れしてるような、そんな感じでした。ほら、お野菜食べてお肉も食べて、バランスのいい食事で僕は毎日健康だよ。羨ましいです。またお腹が痛くなってきました。なんか頭痛いな。これ風邪かな。風邪だこれ絶対。そうだ、薬あった。薬あったはず。薬、よいしょよいしょ。風邪薬。うわ、風邪薬切らしてるじゃん。ガチャピン、今日もお仕事進んでる？なんかそれがさ、ちょっと体調悪くてさ、今日。大丈夫？なんかちょっと風邪ひいちゃったかも。じゃあほら、風邪薬持ってきてあげるよ。ちょっと待って、ガチャピン。ここにね、お薬箱あるじゃん。あ、本当だ。ないの、風邪薬。ないの？ないの。じゃあほら、僕が買ってきてあげる。今日ほら、近所のドラッグストア休み。そっか。じゃあ、ほら、もっと遠くのドラッグストアに。ほら、もうありがたいけどさ、ほら今日雪降ってるじゃん、外。だからそんなに遠くまで行かなくて大丈夫。なんとかね、気合で直すから。そんな。まだほら、お仕事も残ってるしさ。ダメだよ。
無理は禁物。え、本当に？うん、ほらほらほら、ちょっと横になったら、ほら横になって。あ、まあそうか、ね、じゃあありがとう、うん、じゃちょっと休ませてもらうね。うん、もちろんだよ。枕ちゃんとしてね。うん、ありがとう、うん、よいしょ。寒くない？寒くない。本当？大丈夫。うん、うん、ね、じゃあお大事にね。うん、いつもお世話になってるスタッフさんのピンチ、どこが力になれることはないのかな。ちょっともう一回見てみよう。お、あー本当だ、風邪薬ないね。あれ、この薬なんだろう。小さくなるって書いてある。なになに？飲んだら体が小さくなります。お、ってことは僕がこの薬を飲んでスタッフさんの体の中に入れば何か力になれるかも。あ、スタッフさんが苦しんでいるんだ。考えてる暇はない。よし、一口だけいただきます。よし。あ、ちょっとなんかの体が暖かくなってきたぞ。お、あ、あれ、なんだかお部屋が大きくなってる。ん？あ、じゃなくて僕が小さくなってるのか。僕がスタッフさんの体の中に入って風をやっつけるぞ。スタッフさん、なに、ガチャピン、僕、ガチャピン、ガチャピン、あれ、ガチャピン、僕ここ、ガチャピン、ここだよ。え、ガチャピン、今からスタッフさんの体の中に入って、うん、スタッフさんの風をやっつけてくるよ。え、なんだかよくわかんないけど、まあこれはあれかな、風邪をひいた時の、まあ、特有の夢かな。いやちょっと夢じゃないよ、僕ね、やっつけてくるね、うん、あー、まあこれはね、夢に決まってるよね。うん、ガチャピン、じゃあそれで頼んだよ、頼んだよ、僕の風邪やっつけてきて。はっ、なんだかもう、いやもう熱上がってきたかも。いや、寝よう。あー、大丈夫かな。体の中か。うーん、なんだか変な気分。あー、でも探検してるみたいだね。あ、ちょっと楽しい。ほっ、あ、楽しいなこれ。あ、なんだか喉がイガイガする。なんだろうこの感じ。辛いよ。いや、飛ばされちゃうとこだった。ちゃんと風の原因を探らないと。ここが喉のあたりかな。なんだかすっごく赤くなってる。ちょっと触って確認してみよう。ん？ツン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 。痛い。いやー、風邪ひくと喉に来ちゃうんだよな。痛い。痛そう。これも風邪の影響なのかな。よし、もう少し先へ行って風邪の原因を探りに行こう。いやー、スタ
タッフさんの風邪の原因は何なんだろうな。お、わ、え、なんかいる。なんかトゲトゲしていて悪そう。わあ、お、あ、あ、あ、分かれて二つになった。え、あ、あ、ちょっと何してんの。あのスタッフさんの体を傷つけないで。お、あ、さては君たちが風邪の原因になってるもの、あのウイルスだね。なんとかしないと。どうでも、あ、僕の力でなんとかなるのか。うわっ、たっ、ほっ、ほっ、たっ、蹴り、ほっ、蹴り、蹴り、はっ、たっ、ばっ、たっ、ほっ、はっ、さっきより熱が上がった気がする。できちゃった。はあ、なんか喉が渇いてきちゃったな。はあ、あ、なんか汗もたくさんかいちゃったし、喉も渇いたな。お水飲まないとな。よいしょ。お水、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 お水。うわ、よいしょよいしょ。いや、辛いな。辛い。でもちょっとお仕事しないとな。よいしょ。ほっ、たっ、蹴り、うわー、うわー、あー、あー、ちょっと僕たちまだ戦ってるのに、なんだか、あ、ちょっとゆらゆら揺れて、とっても、あー、もう戦いづらい。ああ、きつい、きつい、もうダメ。寝ます、寝ます。ああ。はあ、はあ、はあ、疲れた。とりあえずウイルスはやっつけてきたけど、まだまだ他のところにいるかも。はあ、でも。もう今は何にもできないや。うわあ、お腹も空いた。体の中でもたくさん動いたもんね。はあ、お腹空いたけど、今は疲れているから、いつもだったらたくさん食べられるハンバーグとかステーキとかとんかつとか、はあ、そういった。あんまり重たいものは食べられそうにないな。おかゆとかおうどんとか優しいものが食べたいな。おお、ちょっとあのなんか栄養になるものちょうだい。あー、おかゆ美味しかった。でも今日はちょっと無理せず寝とこうかな。よいしょ。よし、僕らもしっかり休んで次の戦いに備えよう。はあ、こうやって体の中に入ってきたウイルスと戦うには日頃から鍛えていないといけないよね。僕は最近ぐうたら気味。はあ、運動もしてないし、お菓子ばっかり食べたり、毎日食べるご飯を気をつけつつ、日頃から運動して準備しておかないと。お、そうだ、軽いジョギングなんか始めてみようかな。あ、あとあと、風邪をひかないようにする
するにはお家に帰ってきた後の手洗いとうがい、いつもやってることだけど忘れないようにしないと、こうして体の中にウイルスが入ってきちゃうからね。よし、さてスタッフさんの体の中にいるウイルスたちもやっつけてきたことだし、小さくなるの効果も切れるかもしれないし、そろそろお外に出ないとね。あ、僕はスタッフさんのお口から入ってきたから、どっから入ってきたんだっけ。はい、こっちかな。あ、どっち、あっちかな。あ、ちょっと待って。分かれたくなっちゃった。よいしょ。あ、なんかちょっと体軽くなったのかな。ちょっとね、よし、ちょっと仕事しよう。ガチャピンチャンネル。え、ガチャピン、ご無沙汰しております。いやいや、こちらこそ。いや、じゃなくて、え、なんで、え、どっから現れた。いや、どこからって、スタッフさんの体の中からだけど。え、僕の体の中。うん。え、なんで、え、なんで、ほら、今確かにほら、え、鼻はムズムズしたけど、うん、え、なんで。いや、もうやだ、ちょっと。そうだよ、お薬の代わりにスタッフさんの体の中で悪さをしているウイルスをやっつけてきたんだよ。え、体の中に入ったの。うん。え、どうやって。え、なんで。え、あ、ま、なんかでも確かになんかガチャピンがね、なんか戦ってる夢みたいな、あれなんか見た気がするけど、あれ夢じゃなかったの。あえ、あれ夢じゃないの。いや、スタッフさん最近ずっと働き詰めみたいだったし、体調崩さないように気をつけてね。あ、ガチャピンありがとうね。うん。あ、そうだ、今日の夕飯だけどさ。あ、大丈夫。なんで。僕が用意して自分で食べるから。え、そう、自分で用意できるってことは、ハンバーグにラーメン、とんかつなんかも食べちゃおうかな。いや、ガチャピンほら、ガチャピン野菜、野菜もしっかり食べないと。ガチャピン、おかえり。振られるだよこれ。
ガチャピンプラレール大好きでしょ、ね、いつも YouTube 撮影頑張ってるから、今日は僕たちスタッフが夜鍋してプラレール作ったんだよ。ありがとうスタッフさん。もうこれ遊んでもいいの？いいよ。でもね、今回のプラレールはただ走らせるだけじゃないんだよ。ただ走らせるだけじゃないとは？プラレールって電車を走らせて遊ぶんじゃないの？ね、今回はスタートって書いてあるところがあるんだけど、そこからゴールを目指してもらいます。レール上にいくつか分かれ道を作っているので、選択を失敗したら、まあ、そこに書いてある罰とかそれを従わなければなりません。 ね、お題を解きながらゴールを目指してください。まあ、そういうことね。確かに分かれ道がいくつかあるね。外れの道を選ばないようにゴールを目指すってことだね。簡単だよ。僕の手にかかればお手のものだよ。じゃあ、早速やってみよう。ガチャピンチャンネル。今回、僕のお供をしてくれるのは、ガチャピンゴ。頼むよ。もう2か所あるんだね。どこを選ぶかでこのあとゴールができるか決まるのか。どっちにしようかな。よし、こっちだ。ガチャピンゴ頼んだよ。出発進行。いけー。おなんだよ、行き止まりか。2択を外しちゃったね、悔しい。じゃあ正解はこっちってことか。よし、今度こそスタート。いけ。お、分岐だね。よし、じゃあ行くぞ。こっちに進めと。いけ。進め。順調。あれ、紙がある。よし、開けてみよう。なんだよ、また失敗か。でもね、分かったよ。ここの分岐の行き先を変えればいいんだね。よし、これでオッケー。次こそゴール目指すぞ。よーし、行くよ。スタート。いけ。あー、分岐も通過。どうなる。お、2つ目の分岐だね。よし、じゃあ右側を選ぼ。通過してます。通りますよ。行け。なんかスタート戻っちゃったよ。ということは2つ目の分岐の行き先変えないといけないのか。頑張れ。はい、通りますよ。お、分岐も通過。どうなる。行け。ガチャピンゴが通ります。あー、いってらっしゃい。良い旅を。また紙があるよ。これまた外れじゃないの。なに。お皿洗いとお掃除と洗濯お願いします。ハート。なーにこれ。ちょっとスタッフさん、仕組んだね。僕にお皿洗いとかお掃除をさせるために。そうだよ。あっさり認めましたね。いや、こうやって遊びに盛り込めばやってくれるかなと思って。ほら今ちょっとね、今汚くなっちゃってさ。お願いガチャピン。もうやりますよ。もうスタッ
フさんたらんやりますか。よっ、よいしょ、あよいしょ、よいしょ、あよいよいしょ、あよ、洗濯物入れて、はあ、でボタンをピッと、はあ、スタッフさん終わりましたよ。わあ、もうガチャピンありがとう。もういつもいつもガチャピンさんにはお世話になっています。もうこれからもどうぞよろしくお願いいたします。いや、そうやって言われると文句言えなくなるじゃない。じゃあね、こっちやりましょうかね。よし、じゃあとにかくゴールを目指そう。3つ目の分岐は違う方を選ぼう。ゆけゆけ、撮りますよ。安全運転を目指しております。うわあ。あ、これは4つ目の分岐だね。あ、もうでもこれは簡単だよ。すぐ行き先に行き止まりがあるのがわかるもんね。スタッフさん、僕を舐めてもらっては困りますね。騙されませんよ。行き先を変えてっと、行け行け。さあ、またまた敵を超えた。よし、行け行け。ゴールは、あれ、あ、ゴールにも紙が書いてあるの。お、ガチャピンへ、無事ゴールまでたどり着いたかな。すごいね。十分プラレールで楽しんだと思うから、しっかり後片付けまでよろしくね、スタッフより。え、なに、なにこれ、スタッフさん。いやいやいや、これはあのガチャピンがゴールまでねたどり着くと思わなかったから。ごめんね、ガチャピン、ごめんごめんごめん。あの、一緒に片付けしよう。もうゴールまでたどり着けないって意外と簡単だったよこれ。あ、うん、次はもっと難しいコースをお願いしますね、スタッフさん。10時集合って言ってたよね。もうちょっと10時半じゃない、まったく。もうガチャピン、おはよう。スタッフさん、ガチャピン、おはよう。ちょっとちょっと遅いよ。10時に集合って言ってたよね。今10時半だよ。ごめんなさい。え、っていうか、スタッフさん、スタッフさん、もしかしてパジャマじゃない。ああ、そう、ごめん、今日さ、寝坊しちゃって、ちょっとパジャマで来ちゃった。ああ、ちょっと着替えないで急いで来てくれちゃったの。そうごめん、本当に、いやいやいや、本当ごめん。あのスタッフさん、すごく可愛いパジャマだね。 ありがとう、お、お気に入り、ありがとう、ありがとう。いや、ちょっと、あ、ちょっと待ってね、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 それ、そこ、ボタン、ボタン、ボタンかける場所が違うよ。え、そうなの。え、これこうやっていつもかけてた。あー、もうスタッフさんたら、もうしょうがないな、では、今日は僕が、ボタンのかけ方を教えてあげるよ。え、公園行くんじゃないの。もうボタンをかけ違えてる姿で公園に行ったら恥ずかしい思いをするよ。え、そうかな。うん、え、じゃあガチャピン教えてくれる、ボタンのかけ方。はい、ガチャピンチャンネル。まずね、小さいお友達だと
ボタンをつかめないよってお友達もいるかもしれないよね。その時にはまずこの洗濯バサミを使うよ。洗濯バサミでボタンをつかむ練習をします。この練習で指先に力を入れて物をつかむっていう感覚を覚えていこう。あ、ボタンが小さいと難しいから大きなボタンで練習しようね。次にボタンはつかむことができるけど、この穴にボタンを入れることができないよってお友達は、この貯金箱を使って練習をしよう。ほら、このパジャマの穴と貯金箱の穴似ているでしょう。この貯金箱の穴にボタンを入れる練習をしようね。さあさあ、どんどん入れて。たくさん入れることができたかな。ここまでできたらパジャマでやってみよう。パジャマを着て一番下のボタンと一番下の穴を見つけよう。この時一番上のボタンからかけようとすると見えづらくてかけ間違いにもつながるから、一番下のボタンから始めようね。右手でボタンを持って左手側の穴に通す。どう？できたかな？できなかったお友達も諦めずにやってみよう。右手でボタンを持って左手側の穴に通す。一回できたらこれを繰り返していくんだよ。上のボタンになればなるほど目で見えづらくなるから難しくなるよ。どう？一番上のボタンまでかけることができたかな？もしも今日できなくても、お洋服を着るとき、パジャマを着るときに毎日繰り返し練習してみようね。ガチャピンチャンネル！いや、ガチャピンのおかげでかっこよくパジャマ着ることできたよ。 ありがとう。いやいやいや、その方が似合ってるよ。ありがとう、うんうん、じゃあ一緒に公園行こっか。行こう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 、よし行こう、ゴーゴん。何してんの？あのね、またなりたいものが決まったの。また何かになろうと思ってるの？うん。今度は何になろうと思ってんの？消防士。こないだ見たドラマでさ、かっこいい消防士の人が出てきて大活躍。僕もあんなかっこよくなりたいなと思って。ああ、いいね。うん。その命を守るって仕事は素敵だと思わない？僕も一生懸命体を鍛えて立派な立派な消防士さんになってみたる。よし、消火！おー、いいね。今回も燃えてるじゃん。そう、火事の火は消すけど僕の心の火はどんなホースでも消せないの。ところで、消防士になるには一体どうしたらいいんだろう？知らないの？あ、ちょっとリサーチ不足。あ、消防士になるには、うん、いろんなスキルが必要だけど、うん、まずはやっぱり体力が必要なんじゃない？本物のホースは重いみたいだし。やっぱり体力で大事だよね。じゃあ早速
力づくりということで、うん、何をするの？やっぱり体力づくりといったら走り込み。え、走り込みするの？うん、いや今日はほらお外の気温も高そうだし、うん、ちゃんとお水飲んでよ。道路は車もビュンビュン走ってるから気をつけてね。あ、いやいやいや、外はまだ暑いから行かないよ。え、今日はこのお家の中で走り込み。え、このお家の中で？うん、エアコンをガンガン効かせた中で走ったら永遠に走ることができるの。いやいや、そんなわけ。そんなわけあるの。よーい、スタート。おっと、あらららら、あ、本当に走ってる。はい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 、部屋の中走ったって意味なさそうだけど。よしよし、おお、99。はいはいはい、100。おお、100。疲れた。え、もう終わり？もう終わりって、100周も走ったからね。いやいや、100周ってさ、走った時間にしたら5分ぐらいだよ。でも100周、ちょっとほら暑いから、あの、もっとクーラーを。いや、ダメ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 、もう十分効かせてるんだから。ほら、部屋の中を一周しても2メートルくらいな気がするから、まあ、まだ200メートルぐらいしか走ってないんじゃない？いやいや、でも仮によ、仮にその2メートルを200メートルだったとすると、僕はもう20キロも走ったことになるよ。いやいや、なんで2メートルが200メートルになるの、うん、というか家の中で走るの危ないから禁止。外で走ってきて。あ、分かったよ。体力をつけないと消防士にはなれません。はい、行ってきます。うん、頑張ってね。はい、お水だけ飲んでね。あ、はい、行ってきて。はい、ガチャピンチャンネルですぞ。はぁ、あ、ただいま。あ、お疲れ。今度は本当に走ってきたみたいだね。いや、ちゃんと走ってきたよ。お、体力つけてきたね。うん、でも体力つけただけじゃまだ消防士にはなれません。あ、そうだよね。うん、次はいよいよ実践練習です。実践練習。そう、 あれを用意しました。あれだね。はい、じゃ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 ーん。え、ポーズじゃないじゃん。明らかにドンペン君の水鉄砲じゃん。いやいや、そりゃそうでしょ、うん、ほら、でもさ、お部屋の中でホースで放水したら、あ、ちょっと今ダジャレみたいだったけど。いやいや、そんなのどうでもいい。あ、そう、ホースで放水。あ、ごめんごめんごめん。あ、でもほら、ほら、見て、このドンペンちゃん可愛いでしょ、この水鉄砲。まあまあまあ、まあ、それはね。これで火を消す練習しようよ。あ、わかったね。今まで何回も放水させてもらってるから感覚はつかめてるはず。それを水鉄砲で同じことをして、僕がこの街を守る。うん、うん、いいこと。あ、窓の外に火がついてる。その水鉄砲を使って、うん、あの火を消して。あ、はいはい、ガチャピンチャンネル消火だっと。おっとっけっと。うわりゃ、どっと。ちゃんと火消してるよ。ホースで放水ってね。あ、早速使ってるじゃん。はい、水鉄砲だけどね、それね。うん、よし、こっちも消火だ。お、いいよ、いいよ、はい、いいよ。ほっ、パッチンカー。あー、お疲れ様。どう、実践練習してみて。いや、思った通りのところに放水するのは難しいね。やっぱりほら、水鉄砲だからだな。あー、うん、そうだね。まあさ、今日は、うん、たくさん練習して特訓して疲れたから、うん、ちょっとお昼寝したら。え、あ、そっか。あ、じゃあね、疲れたしね、ちょっと寝ようかな。よいしょ、よし、ね、寝るの大事。よし、おお、よいしょ、うん、おやすみ。おやすみなさい。おいしょ、よいしょ、消化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 。ガチャピン、ガチャピン、
起きて起きて起きて、なんだなんだ、どうした、どうしたの、あ、時計は、あ、まだ6時、今日は8時に起きる予定じゃ。いや、何言ってるの、ガチャピンは消防士を目指してるんでしょ。あ、そうだけど、消防士はいつ出動するかわからないの。朝にもしものことがあったら早起きして消防車に乗って消火しに行かなきゃ。確かに、でも昨日はたくさんやって疲れたから、もう本当寝かせて、本当に、ね、寝かせて。ダメ、そんなんじゃ消防士になれないよ。ちょっともう少しだから寝かせて、お願い。ガチャピン、ガチャピン、ガチャピン起きて。もう明日から毎朝早起きね。いやー、もう眠い。シャボン玉と思います。あ、どうしたの、えらいじゃん。ん、何を勉強していくの。今日はスタッフさんの数が1人2人、うん、いつもと変わらないよね。ん、カメラの数が1台、机の上にお水が1杯、全部数え方が違うの。数え方っていろいろあって不思議でしょう。うん、確かに数え方ってものによって違うからたくさんあるよね。うん、場合によったらややこしかったりするのもあるしね。だから今日はものの数え方を勉強していこうと思います。うん、いいね。この動画を見ているみんなも一緒に勉強していこうね。ガチャピンチャンネル。まずは動物の数え方。犬は1匹、2匹、3匹。猫も1匹、2匹、3匹。鳥も1匹、2匹、3匹。ブブー。鳥の数え方は羽が生えているから「わ」。「わ」って数え方をするんだよ。へえ、あ、そうなんだ。じゃあ1羽、2羽、3羽だね。うん、正解。うん、じゃあカブトムシの数え方も羽が生えているから1羽、2羽、3羽。あー、違うな。え、カブトムシは1匹、2匹、3匹が正解。小さい生き物は匹だね。なるほど、
小さい生き物は引き。そう、和って数えるのは基本的には鳥だけかな。おー、小さい生き物は引きだから、ウサギは1匹、2匹、3匹。あー、ウサギはね、うん、1羽、2羽、3羽って数え方なんだよね。小さい生き物だし、ウサギって別に羽生えてないよね。そうなんだけど、これにはいろんな理由があるらしくて。いろんな理由？昔ね、お坊さんが4本足がある動物を食べちゃいけない時代があったらしくて、その時にお腹を空かせたお坊さんがどうしてもお肉を食べたいから、ウサギを無理やり鳥ってことにして、1羽、2羽、3羽って数えるようになったんだって。ほら、鳥って足が2本しかないでしょ。そうなんだ。そんなにお腹が減っちゃってたんだね。昔のお坊さんは大変だね。あ、でも他にも理由があってね。ウサギってウとサギ、2種類の鳥の名前が隠れているの。だからワって数えるようになったってお話もあるんだよ。ウとサギ、そんな鳥がいるんだ。あ、僕知らなかったな。そんな理由がいくつかあって、うさぎのことは1羽、2羽って数えるようになったんだ。へー、じゃあうさぎは1羽、2羽、3羽。勉強になりました。じゃあ次は海の生き物。お魚の数え方は1匹、2匹、3匹。そうだね。そしたらイカも1匹、2匹、3匹。カニも1匹、2匹、3匹。お、あれ？でも前にスーパーに行った時にイカが売っていて、そこに一杯いくらって書いてあった気がするんだけど。おお、いいところに気がついたね。ああ、でもイカとかカニの数え方は一匹、二匹じゃないの？え、それとも一杯、二杯なの？は、どっちなの？それはね、どっちも合ってる。あ、そうなの？ちょっとややこしいんだけど、イカとかカニってどこにいる？どこって…あ、スーパーマーケット！あ、まあ、そうなんだけど、スーパーに並ぶ前。あ、スーパーに並ぶ前ってことは海にいるんじゃないかな？そう、海にいるときは生きているから他の動物と同じで1匹、2匹、3匹って数えるんだよ。へえ、じゃあ1杯、2杯って数えるときはどんなときなの？それはスーパーやお魚屋に並んでいるとき。食べ物として数えるときは1杯、2杯だね。え、なんで？イカを食べるときって、体の部分がお水を入れるコップみたいな形をしているから、コップと同じで1杯、2杯って数え方をするんだって。へー。それと同じでカニも食べ物として数えるときは、カニの殻がコップみたいになっているから1杯、2杯って数え方になるみたいだよ。生き物として数えるときと食べ物として数えるときで数え方が変わるんだ。
あ、そういえばスーパーでお魚が売っている時も1匹、2匹とは違う書き方がされていた気がする。そうそう、お魚を食べ物として数える時は1尾、2尾、3尾って数えるんだよ。へー、数え方っていっぱいあるんだね。あれ、鮭の切り身が売っているコーナーには1切れ、2切れって書いてあったよ。そう、同じ売られているお魚でもいろんな数え方があるんだよね。へー、数え方でもたくさんあって難しいね。うん、そうなの。あ、ん？どうしたの？あ、その一切れ、二切れが酢飯の上に乗って僕の大好きなお寿司になっていたら、数え方は一貫、二貫、三貫って数えるよね。そうそう、同じものでもいろんな数え方になるんだよ。はあ、お寿司食べたいな。うん、もっと数え方勉強したら、お寿司買ってきてあげる。はあ、よし、もっと数え方を覚えるぞ。じゃあ、お寿司の話が出たから、次はご飯の時の数え方。お茶碗のご飯の数え方は？はい、2杯、3杯。うん、正解。うん、じゃあお椀に入ったお味噌汁の数え方は？お味噌汁も1杯、2杯、3杯。うん、正解。うん、じゃあスプーンとフォークは？スプーンとフォークは細長いものだから1本、2本、3本じゃないの？正解。おお、じゃあ、お箸の数え方は？お箸も細長いものだから1本、2本？違うな。あ、ほら、お箸って2本で使うものでしょ？あ、そうだね、僕もようやく使えるようになってきた。うん、お箸は2つで1つって考え方で、2本で1膳って数えるんだよ。ガチャピンのお箸とムックのお箸があったら2セットあるってことだから2膳。そっか、1本ずつじゃ使えないもんね。うん、じゃあ今度はお箸で食べる食べ物、お蕎麦の数え方は？お蕎麦か、麺を数えるとなると1本、2本だけど、器に入っているお蕎麦は、あ、1杯、2杯、3杯だよね。そう。でもこの前夏にざるそばをたくさん食べた時はスタッフさんに3杯も食べ過ぎなんて言われた気がする。そうそう、ざるそばになると数え方は1枚、2枚、3枚になるんだよ。へー、食べ方によって数え方が変わるの。あー、ややこしい。ほら、ざるそばってせいろの上に乗ってるでしょ。せいろの数え方で1枚、2枚、3枚になるの。かけそばはお味噌汁と同じでお椀に入っているでしょ。だから1杯、2杯、3杯。じゃあ最後に難しい問題。この部屋にあるタンス、タンスの数え方は何でしょう？タンスか。1は2はじゃないし、1杯、2杯でもないし、1台、2台。タンスはね、1さお、2さおって数えるんだよ。なんでなんで？聞いた話によると、昔タンスを運ぶためにさおを通して運ぶ習慣があったんだって。だから1さお、2さお
って数えるの。あー、ためになるね。今度お友達に教えてあげたら驚かれるはずだよ。ふん、みんなに教えちゃう。いやー、ガチャピン、今日一日でずいぶん数え方に詳しくなったんじゃない？うん、僕数え方博士になったよ。うん、じゃあそんな博士にクイズ。 お馬さんの数え方はなんだ？お馬さんは動物だから犬や猫と同じで1匹、2匹、3匹。ブブー。馬や牛は1頭、2頭、3頭で数えるよ。ああ、まだ他の数え方があるんだね。いや、博士になるにはまだまだ遠いな。お、でもなんで犬や猫は1匹、2匹なのに馬や牛になると1頭、2頭になるの？違いは何？うん、動物の場合は大事なルールがあってね、人より小さい場合は1匹、2匹、人より大きい場合は1頭、2頭で数えるんだよ。へえ、これまた勉強になるね。あ、じゃあ動物園にいるゾウさんやキリンさんは1頭、2頭。うん、その通り。あー、そっかまた一つ博士に近づいたぞ。うん、目指せ数え方博士。はーい。ちなみになんだけど、人より小さい場合は1匹、人より大きい場合は1頭ってことは、僕の数え方ってどうなるの？いやー、それにしても今日も暑いなー。エアコンのリモコンどこだっけ？どこだっけ？あ、棚の上にあったー。はい本当に暑いから今日から冷房解禁だい。ポチッとな。ポチッとな。おかしいぞこれ。エアコンつかないんだけど。ちょっと、スタッフさん、大問題発生です。スタッフさん、スタッフさん来てください。そういえば、今日夕方まで別のお仕事あるって言ってたんだった。もう、どうしよう。とりあえずね、家中の窓開けよう。そうしよう。よし、よしよしよし、あっちもだな、これ。よいしょ。ガチャピンチャンネル。とりあえず、すべての窓を開けて扇風機を用意しました。扇風機さんも今年初のお仕事ですね。ちょっと扇風機止まった？どうしたどうした？ほら、ポチッと、ポチッとしてんのに。あー、もう扇風機まで止まっちゃったよ。どうしたんだよ。スタッフさん、スタッフさん。そうだ、もうほらいないんだよ、いないんだ。もうこうなったらどうする。そういえばあれがあったような気がする。よしよしよし、よいしょ。はい、じゃじゃーん、今年初の扇風機です。ねえ、今日はこれで暑さをしのぐか。
よし、はあ、とりあえず今日は YouTube でも見て楽しもう。はい、お得な夢でした。はい。なんだ今の。は？なんか、今僕の前を何かが通り過ぎたような。は？バッタだ。は？そっか。窓開けて寝てたから虫さんが入ってきたんだ。はあ。そうだよ。もうすぐ夏だからあれを買ってもらったんだった。うん。ちょっとバッタさん待っててね。立ってこよーっと。よしよしよし、ガチャピンチャンネル。じゃーん、虫取り網と虫かご。よし、今日はお家で虫取りたい。さあ、早速、さっきのバッタさんは、どこだ、どこ行った、どこかな、こっちか、こっちかな。ん、あれ、あ、いなくなっちゃったかな。おー、あれれれ、あ、どこだ、どこだ、どこ行ったんだ。お、お、あ、こんなところに、蝶々さん。花と似てる色で気づかなかったよ。よし、そーっと近づいて、えい。やったー、捕まえたぞー。優しく虫取り網から出してあげてよ。わー、蝶々さんゲット。はぁ、よし、はい、虫かごに入ってね。よいしょ。あー、よーし、次の虫さんを探すぞ。どこかな、どこどこ、虫さん、虫さん、こんにちは。あ、いらっしゃい、どこかな。お、は、は、あれはもしかしてカブトムシさんかな、これ。よし、そっと近づいて、よ、静かに、えい。あー、よっしゃー、カブトムシさんもゲット。どれどれどれ、あ、これ、え、え、ピンク色のカブトムシさんだよ、これ。はぁ、これ絶対レアだよ。よし、じゃあね、チョウチョさんと仲良くしてね。はい、はい、こんにちは。うー、よーし、どんどん行くぞ。はぁ、やっぱりさ、虫取りってこうやって探してるときワクワクするよね。あー、どこにいるのかなと、注意深く探して、どこだ。あれ、こっちのカメラになんかついてない。あ、あ、トカゲさんだ。はあ、これはでもカメラが壊れちゃうから、そーっとね、そーっと、そーっと、そーっと、えい、捕まえたー。あー、どれ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 、よいしょ。どうかな。あー、綺麗なお色のトカ
げさんだ。あ、また仲間が増えたぞ。虫かごにいらっしゃーっと、中にいるみんなと仲良くしてね。絶対に変なことしちゃダメだよ。えらいです、えらい。じゃあ虫かごに入れるよね。はい、よいしょ。わあ、よし。次行くぞ。と次は、おっと、お、虫さんどこですか。虫さん、お、あれどこだ。お、虫さん、お、え、あ、机の上に何かいる。何これ、え、え、こんなところにサソリさんとゴキブリさんだ。はあ、あれ、あ、でもなんかお話ししてるみたい。ちょっと僕もお話入ってみようかなと。サソリさんとゴキブリさん、あのお話し中すいません。僕もお仲間に入れてください。えよえよ、あー、やった、お話ししましょう。あのですね、今虫捕りして遊んでるんですけど、さっき捕まえた虫さんたちも今虫かごの中でお話ししてるんだけどね、君たちもそこでみんなとお話どうですか。え、お話ししたい。あー、はよかったです。あ、じゃあ、あの、このね、この虫かごの中へどうぞ。え、やったー、やったー。あー、ふふふ、いやー、少し窓開けてただけで結構いろんなところに虫さんいるもんだね。ふふふ、あとはどっかにいないかなーと。おー、お、どこだどこだ、どこですか。お、うわ、ヘビさんだ。こんなところに隠れていらっしゃったなんて。もうヘビさんはあのこういうところが好きなんだね。はい、じゃあいらっしゃい、いらっしゃい。いやー、ほら、あー、こんにちは、こんにちは。うわ、いやー、これでね、またお仲間増えたから、じゃあ虫かごに入れようかな。え、ちょっと待って、あの、ヘビさんもなんか嫌な予感がするね。あの、ヘビさん、虫かごのみんなと仲良くできますか。うん、できます。ずっとお友達が欲しかったです。あー、そうだったんだね。じゃあ仲良くしてね。はい、じゃあほら、ここだよ。あー、みんな喜んでるね。はあ、虫さんだけじゃなく、ヘビさんとかトカゲさんとか、もういろんな種類の生き物たちがいっぱい。他にどんな生き物がいるのかな。どこだどこだ。意外とね、机と、え、え、え、ちょっとほら、え、ほら、おー、いた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 。で、ちょっと待って、何？あ、喧嘩してんの？あ、あ、ダメだよ、喧嘩したら。ほら、お互い仲良くしなきゃいけないよ。だから遊びに行ってるから無理したから。あ、もうほら、喧嘩はダメだよね。本当は仲良くなりたいんだよね。うん、じゃあ他のお友達もいるところでみんな仲良くしてね。なんかいいことした気がするな。はあ、よし、他にはいないかなと。やったー。たくさん虫さん捕まえたよ。みんな楽しそうね。仲良くしてね。ただいま。あ、あ、スタッフさん、お帰りなさい。ね、見て見て、たくさん虫さん捕まえたよ。うわ、虫？うん、ちょっと苦手だからこっち持ってこないでね。え、え、なんで、なんで苦手なのさ。苦手なんだって。え、スタッフさんも虫捕りしたでしょ。あ、まあ昔はよくしてたけど、うん、
でも大人になるうちにだんだん苦手になっちゃったんだよね。でも僕は大人になっても虫さんとはお友達でいよーっと。まあ、たくさん捕まえたのはいいけどさ、うん、なんか虫かご狭くてさ、なんかみんな窮屈そうじゃない？そんなことないよね、みんな。ちょっとまあ、確かにちょっと窮屈そうではある、うん、でしょ、うん、今日たくさん虫さんたちと遊んだんだよね、うん、まあ、ガチャピンもそうだけどさ、虫さんたちもきっと疲れちゃってるから、あ、そろそろお家に帰してあげれば。あ、そうか、そうだね。じゃあみんな、ほら、今日はね、遊びに来てくれてありがとうね。あ、きっとさ、お家でお母さんとかお兄ちゃん、お姉ちゃんが待ってるよね。よし、じゃあみんな、お外に帰してあげるよ。はい、お帰りの時間です。お帰りの時間ですよ。今日はみんなありがとう。また遊びに来てね。はあ、今日はね、もうほんと楽しかった。はあ、よいしょ。あれ、ガチャピン、あ、なんか腕に、なんか ついてる。左腕、エネルギーボールの間に。外にお帰りね。ね、みんな待ってるよ。はい。さすが偉いね、ガチャピン。うん、じゃあちょっとさっき買い物してきたものを別の部屋置いてくるね。あ、はい。今日の夕ご飯はなんだろうな。うわ、ガチャピン、え、ゴキブリ出た。はっ。